来てくれよな。何が必要なんだ。またいつでも来い。君はどう思う。負けるもんか。てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。よせじゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。僕が目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。その巨人に手を出したらダメだ。そいつの興味が僕らに向いたら困るだろう。その巨人は他の巨人を攻撃してくれる。倒してしまえば僕らが窮地に立たされるぞ。生存は絶望的だと思っていたら光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。本部に集まれたのはザンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。本部周辺の安全は確保できたかな。逃げたりしねえ。ええな、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな今がチャンスだ。補給が終わった人から適当に撤退しよう。できたぞ。
行政確認。向かいます。やれるか。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、やってみるよ。やっ、やっ、この巨人は一体何なんでしょうか。何って、飛行士だろ。ああいうやつもいるんだな。よろしくな。ありがとう、無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。やっ、やっ、守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？よし、僕らで援護しよう。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。逃げたりしねえ。天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。
ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。拠点は任せた。僕は他の仲間を壁上に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。
続いてくれ。エレンはすぐには動かせそうにね。俺たちで巨人を何とかするぞ。ベルトルト、ついてきてくれ。ついてエレン。しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。付き合おう。たく、何がどうなってる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。助けに行った方がいいね。巨人に襲われてるみたいだ。倒せたな。拠点を頼むぞ。すまない。いや、このままじゃ食われちまうぞ。ほんと散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの覚悟で協力しろよ。
エルトルトン、よろしくな。分かった。シあの巨人だったとは。ライナ、エレンは目を覚まさねえのか。エレン生きてるんだろうね。壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。